地球の時点、再掘、衝動の概念図衝動とは、物体の回転運動において、再差運動をする回転軸の動きの短周期で、微小な成分を指す。ここでは、地球における衝動について記述する。極軸に働くトルクと再掘運動地球は、南極と北極を結ぶ極軸を中心に自転している。地球は完全な休憩ではなく、南北に潰れた。 回転大円体であるため、地球の公転軌道面に近い方向にある太陽や月、惑星からの引力が調積力として働き、極軸の傾斜を起こそうとするトルクが働く。採差と衝動は、このトルクによって引き起こされるものであり、太陽や月、惑星が位置を変えていくことによって起こる短い周期で、複雑な変動を衝動と呼んでいる。 地球の衝動のうち、最も大きな成分は18.6年周期の変動でおよそ9秒に相当し、衝動定数と呼ばれている。これは、月の軌道面と王道の交点である平均小交点が、再差によって王道上を一周する周期に等しい。最新の IAU2006 歳差衝動理論における、衝動定数は9.2052374である。 衝動にはこれ以外にも主要な周期成分があり、高精度の天文計算を行う際にはそれらの効果も考慮する必要がある。後継における衝動と王道傾斜における衝動の概念図衝動は王道に平行な成分と垂直な成分に分けられる。王道に平行な方向に働く成分は後継における衝動と呼ばれ、王道に垂直な方向の成分は 王道傾斜角における衝動と呼ばれる。再差を考慮した平均瞬分点や平均赤道に衝動の影響も加えたものをそれぞれ新瞬分点、真っ赤道と呼んでいる。地球の極軸には力学的に予想が可能な衝動とは異なる予測不能な運動があり、これらをまとめて極運動、または陽動と呼んでいる。イギリスの天文学者ジェームズ・ブラッドリーは 1727年から1747年までの20年間の流座ガンマ星の観測記録から約9秒の衝動を発見した。これは彼が1725年から1726年にかけて思いもかけず発見した年収高校差についてさらに確証を得るために続けた観測から偶然発見されたものである。ありがとうございます。